かまたまれさぬき応援したい推し選手コンテスト結果発表かまたま今回のかまたまは応援したい推し選手コンテストベスト10をお送りします。こちらのですね推し選手コンテストなんですけども、明治安田生命保険総合会社高松支社様がお客様に実施したかまたまあれさぬき応援したい推し選手コンテスト、こちらの結果発表ですね今回は行います。時間の関係でですね、いわき FC 戦のハーフタイムにはベスト3発表してるんですけども、そこしかできてないので、ここはですねベスト10から発表していきたいと思います。はい、で、まあ、そういう時はね、あのナンバーなんとかっていう要因と、はい、まあ、いろいろ選手情報ということで、それだけか。DJ ハイロさん、はい、どうもよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、じゃ早速いきますか。まずはですね、かまたまあれさぬき応援したい推し選手コンテスト第10位、はい、第10位はナンバー15岩本和樹。おお、イエーイ岩本選手、和樹和樹大好き。あ、そう、うん、岩本選手ってもうなんか、うん、千手観音のイメージしかないんだけど、これですよね。ねえ、ラジオとかでなんかお話とかは、うん、いや今期ね、やっぱ彼怪我からのスタートなので、ちょっと今期に入ってはまだお話できてないんですけど、うん、でももうだいぶ回復してるようで、普通にね、トレーニングウェア姿でピッチ上歩いてましたので、ほう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 、そろそろね期待してます。じゃあ続いて第9位、さあ第9位はナンバー31竹下智也。竹下選手、はい、竹下選手は、あ、なんかさりげない拍手がもうここ丸亀のヒーローですよ、うん、あ、そうなんや、ね、丸亀出身竹下智也、はい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 、なんかどんな子なんですか。いい子です。あ、いい子、いや、みんないい子なんですそうよね、みんなもう本当にすっごいいい青年なんですけど、うん、竹下子、うん、やっぱりね、なんかね、キラキラしてる、あ、キラキラしてる、うん、すごい若いんだったっけ。19歳です。そうね、今年20歳。じゃあもう眩しくて見れん、おばさん眩しくておじさん見れないっていう感じですけども、失礼しました。はい、じゃあ次、はい、第8位、さあ続いて第8位はナンバー32松原海星。おお、はい、彼も若いしね、うん、来ましたよ香川県軍団ね。え、ね、いや、なんかすごいこの応援スタ、まあ応援スタやけやっぱ若い、うん、まあ みんなチーム若いですけど、そういうの行くのかしら。ねえ、この前ラジオでね、彼からおじさん教わりました。はあ、もっと楽しむこと、なん、いや、楽しむことのレベルを皆さん上げましょうと。はあ、いや、18歳に教わったんですよ、48歳。深っ楽しむことのレベルを上げる、楽しむことのレベルを上げればそれなりに人生ももっと楽しくなるし、サッカーももっと楽しくなるし、はあ、全部が楽しくなるんだよということをね。ほう、18歳、もう哲学ですよ。じゃあ続いて第7位、はい、第7位はナンバー11松本浩平、うん、まあ、間違いなくランクインはするでしょう、うん、そうでしょうね、なんですけど7位か。そんなに押さなくてももうボンボンゴール量産してくれるだろうと。あ、そういうことか、まあ、そういうことなんじゃない。応援したいですもんね。応援ね、もうもっともっと応援したい。もう彼はもちろん応援するのは当たり前なんだけど、はい、もうオートマティックに、It's automatic ですよ。なるほどね、はい、そういうのもありつつ、はい、じゃあ次第6位、さあ続いて第6位はナンバー7麻婆西本正孝。はい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 、はい、麻婆ね、ピンクのスパイク、あ、ピンクのスパイク、はい、なんか彼はでも応援したい、なんかこう雰囲気を出すよね、うん、なんか醸し出してますよ、ね、うん、可愛い感じね、うん、あ、その辺かな、はい、はい、じゃあ次5位、さあ第5位はナンバー1、おお、高橋拓也。いや、でも高橋選手もいつオートマティックな感じしますけどオートマティック、ね、オートマティックに取り、ま、うん、ね、ね、やってくれそうな感じですけど、ちゃんとね、ビッグセーブをね決めてくれそうな気がしますけど、でもまあやっぱね、ゴールキーパーに対する期待値大きいですよ。かまたまれさぬきね、はい、はい、じゃあ次第4位、第4位はナンバー10川崎一輝。おー、はい、いや、一輝もそうね、うん、まあ、いつオートマティックかね、犬飼ってるからね何その情報ちっちゃいプードル飼ってる
あら、うん、そうなんや。名前は麦、麦ちゃん、麦ちゃん、可愛らしいんですけどね。まだ僕は見たことないですけど。そうね、いやでもなんか1位2位3位来てもおかしくない一輝選手が4位って、うん、なんかこのまあ、応援したい推し選手コンテストがなんか結構通な感じで見てんのかしら。ベスト3はいわき戦ハーフタイムで発表した通りこのような結果に。ご投票いただいた1237名のお客様、ご投票ありがとうございました。というわけでかまたまあるさぬき応援したい選手、あ、応援したい推し選手コンテスト結果発表でした。はい、ありがとうございました。